クイーン・シャーロットはイギリス海軍の104門一等戦列艦。1810年7月17日にデッドフォード交渉で浸水した。この船はエドワード・ハントによって設計されたロイヤル・ジョージの同系艦クイーン・シャーロットが1800年3月17日に失火で失われたため代替艦として建造された。クイーン・シャーロットはシエラ・レオネに派遣され、そこで 取締りの一環として、奴隷貿易に関わっていた、フランス船ラルイスを打破した。ラルイスに対し、副会事裁判所は、船と積み荷の応酬を言い渡した。しかし、この件が高等会事裁判所に上訴されると判決は、副が得た。判事のウィリアム・スコットは判決で、公会もしくはどこの国にも属していない、海域上で、捜査や臨検を行う権利は、 どのような国にもなく、唯一敵対国に対するもののみが認められる。として、ラルイースが停止させられ、イギリス海軍兵が乗り込んだことは違法であるとした。彼は、判決が奴隷貿易抑制に深刻な障害となることを受容したが、この問題は、海軍士官が彼らに許された行動を超越して、解決すべきものではなく、国際条約を通じて改善されるべきものであると。 主張した。1816年のアルジェ砲撃に際して、クイーン・シャーロットは、エドワード・ベルー提督の機関を務めた。1817年9月17日に、クイーン・シャーロットのテンダーボートリネットが、タバコの密輸船を捉え、クイーン・シャーロットの士官と乗組員は、打保賞金を獲得した。艦長が得た一等の分配金は101ポンド18、シリング8ペニーで、 一般水平に配られた6頭の分配金は8、シリング2ペニーだった。1859年クイーン・シャーロットは訓練船に改装され、エクセレントと改名された。1892年に除籍となり、売却された。ありがとうございます。